5月25日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の ok 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です えー、昨日もね、なんだか蒸し暑いなというお天気でしたが、うん、今日も晴れ時々曇り、えー、今、日本放送有楽町の屋上の、ね、温度計が21度を指しておりまして、すでに20度超えてるかと、そうなんですよね,ね今日も,夏,も夏日ぐらいになってくる、はい、東京都心、27度の予想になっていますお<ー>いや、ここのところやっぱ蒸し暑いなと思うのが、はい、あの風呂場のですねあ<ー>、えー、この水滴を取るために、 タオルをかけてあるんですけれども、うん、なんかマイクロファイバーかなんかのやつね。はい、で、あれで、えー、あの、こう、金属の部分をですね、ええー、あの、蛇口のところだとか、あの、ーの回すところだとか、あの、鱗がつかないようにちゃんと、あ,<ー>あの、出るときには拭いてきなさいよって言われて私も拭くんですけれども。ちゃんとしてるんですね。いや、だって拭かないとさ、もう後でとんでもない目に合わされるからさ。<laughs> そ<な>でところが、それをこうね、その、あの、拭いた後に、こう、ペッとかけとくと、はあ これがあの、冬だったらさ、あっという間に乾くんだけど、今も乾かなくなってんだよね。確かにそうですよね。まあそんなところからね、いろいろ季節の移り変わりなんてものを感じたりなんかも、ぶ分しみったりだ話なんですけどね。するんですが、いや、移り変わりといえばですよ、もうあの、プロ野球は交流戦が始まって、もうね、交流戦も昔ね、あの、始まった当初はこれどうなるんだなんて言われたものがですね、もはや、え、季節の風物とはもうこれ5月から6月になるんだなというところで、 えー、昨日が交流戦の初日と。はい、えー、日本放送では、えー、巨人対オリックス東京ドームの試合はね、これをまた、あの、しまったいいゲームで。でね、えーえー、最後ジャイアンツが、勝ったと勝ち越したと。ね、えー、7回に追いつかれたけれども、8回の裏に勝ち越したという,うー、えー、ゲームで、ジャイアンツファンにとってはもう答えられないというね、<laughs> 4番が打ったし、というね、え、はい、ゲームでありましたが、えー、交流戦に合わせてですね、えー、日本放送の各番組と、ショーアップナイターのコラボと、 流というのもやっておりまして、えー、昨日はですね、私が発表きた様をですね、<laughs> はい、ご紹介しましたが、えー、今日、はい、新業アナウンサーが満を持して登場ということで、すでにあの番組のね、えー、ツイッターのアカウントではアップされてますけれども、えー、報道の森田浩治、 そうなんです。です一緒に動画撮影しました。森田さん、あの、今シーズンは、あの、ナイターのスタジオもやっているいう、ね、そうなんですよ。えー、いや、森田さんの気合の入り方がすごくてですね、<う>飯田さんがあの、阪神の八匹てきちゃうもんだから、うもう負けちゃいられないと。<laughs> あの、広島カープのもう大ファンですけれど、ファンクラブのユニフォーム、今シーズンのユニフォームを着て、うん 動画を撮ったんですよいやー、すごいよね。うん、あれもね。ファンクラブの人にしか与えられないというレアものを着てきたと。はい、レアものを着て。そう,そう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 。<laughs> で、ところがですね、そこでじゃあ広島愛を語るのかと思ったら、それを遮るようにして、<laughs> えー、新行アナウンサーが、はい、えー、吉田選手のね。そう、吉田正隆選手の筋肉についてということで、はい、吉田選手。まあ今ちょっと怪我で離脱してますけれども、その筋肉の様子をですね、ある果物に例えて、<laughs> <laughs> えー、表現をしてますんで <laughs>、はい、ぜひそのあたりも <laughs> カットされてたよね <laughs> <や>カットされてたっていやあのさわーっと喋ったあとにさ、はい、突如<時>切り替わって「今日のショーアップナイトターは」<laughs> 私が語りすぎたんでしょうね、きっとね。そうなんですよ。私もなんか編集点があるなと思って。そうだよね。おかしいなと思ったんですよ。さっき映像見てたら。編集点の前まででも十分凝縮されてます。本当ですか大丈夫ですか私の愛が伝わりきってないんじゃないかみたいな。いや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 。無あのね、これ以上やったら過剰なんじゃないかと。この辺にしておきなさいと。我々オタクがよく陥るね。そうなんですよね。周りが見えなくなってしまうのでもうね、喋り続けてしまう。 誰か止めてっていう。<laughs> ね。<laughs> ですんで、編集点でぶった切ってありますんで、ご覧いただければと思います。<laughs> はい、お願いします。<laughs> 今日もね、5時半からショーアップナイターは巨人対オリックス戦。今日は、巨人が山崎伊織の先発、オリックスはワゲスバックの先発というふうに発表されてます。もうね、ジャイアンツ若手がどんどん出てくるぞというところであります。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見お寄せください。今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さん。この後6時半過ぎからご登場え。まずはインド太平洋経済枠組 IPEF。この補足メンバーに台湾が入らないことについて伺ってまいりますえ。そして6時50分過ぎからお送りするニュース7時またぎのコーナー。 物価高騰緊急対策の補正予算案について27日に衆院通過で合意という記事が出てまいりましたそれから7時10分ごろからの「おはようニュースネットワーク」ではクアッドの首脳会合共同声明で中国を念頭に威圧的行動に強く反対ということで、まあ、この中国の反応等々について評論家の関平さんとも電話をつないで深めていこうと思っております えー、そして、えー、教えてニュースキーワードは、マイナ保険証。まあ、マイナンバーカードでね、えー、健康保険証を兼ねると。まあ、報酬加算というか、まあ、これ、あの、診察代が余計にかかるみたいな話が出てましたけれども、まあ、それを見直すというようなニュースが出てきました。えー、そして、2021年度の毎月勤労統計調査について、3年ぶりプラスとなりましたが、コロナ前の水準まではいかずというところです。 まずは速報が入ってきました。北朝鮮が弾道ミサイルの可能性のあるものを発射したということであります。えー、まず、韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が東に向け弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。えー、また、総理官邸の災害危機管理情報のツイッターアカウントも、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと、えー、続報が入り次第お知らせしますということを書いております。 また、防衛省自衛隊もです、ね、弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたということを書いております。 えー、まあ、続報入り次第、お知らせをするとこういうところでありますが、東に向けてミサイルを撃ったと、まあ、今までの経験でいけば、まあ、日本海に向けてということが考えられるというところであります。まあ、周辺を航行している船舶であるとか、えー、航空機も注意が必要だということで、まあ、おそらく、公的にも注意喚起が、このタイミングでされているというところであろうと思いますが、情報が入り次第お伝えしてまいります。 韓国訪問、そしてその後、日本語ま昨日まで訪れておりましたこのタイミングで核実験や弾道ミサイルの発射というものが起こるのではないかということが言われておりました。また弾道ミサイルに関してはね 燃料の注入を行っているというようなことが報じられていたというあたりで、まあ燃料を一旦入れると、まあこれ特に液体燃料の場合は、えー、発射をしないとダメになるということがありますので、まあいずれかのタイミングで起こるのではないかということが言われておりました。えー、情報が入り次第お伝えしてまいります。先ほど北朝鮮が弾道ミサイルの可能性のあるものを東に向けて撃ったということ、一報が入ってきております。 さて、気になるニュース、スタジオに長官各しが入ってまいりました。昨日行われたクアッド首脳会談、これを一面にというところが非常に多くなっております。えー、朝日新聞、中国対抗インフラ支援、日米合意、合意5年で6.3兆円と。 えー、そして、読売新聞は、一方的現状変更を許さず、インド太平洋、中国年頭に連携、クワッド首脳会談、えー。産経新聞、えー、中ロ年頭、現状変更に反対、インド太平洋6兆円支援、日米合意首脳声明と、えー。いうことで、それから日経もですね、えー、日米合意で海洋監視、中国年頭、現状変更に反対、クワッド首脳声明と。 四、えー、4市が一面となっております。まあ、このあたりはね、後ほど、今日のコメンテーターの高橋大一さん、さらには、えー、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、クアッド首脳会合について、評論家の関平さんとも電話をつないで、まあ、中国側の反応等々も含めて、えー、聞いていこうと思います。まあ、中国は、えー、ロシアと合同でですね、えー、戦略爆撃機を日本の周りを回るような形で飛ばすというようなことにも出ております。 えそれから各市一面の方のところで報じているのが、北海道知床半島沖での観光船沈没事故、えー、水中に釣り上げた状態でカズワンというこのね、沈没した観光船を移動していたところ、えー、ベルトが切れて海底に落下したということが出てきております。まあこれね、詳細どうなっているんだと。まあう 今日、今朝の朝刊の報道では、まあ、船体のですね、まあ、そこのところにもロープをこう、5本ほど引っ掛けて、えー、移動させていたんだけれども、潮流で、そのロープが一部切れたということであります。まあ、最初のね、報道だと、あの、手すりなんかに、紐をつけて、えー、移動させていたんで、これじゃ脆弱だろうということも指摘されていましたが、まあ、その辺はちょっとね、情報がいろいろと飛び交っているというところであります。 それから気になるニュース、毎日の一面はですね、ウイグル公安文書流出、逃げる者は射殺やという記事が出ております。これ、あの、新疆ウイグル自治区のウイグル人の方々への再教育施設などに、まあ、多数収容されているという、まあ、人権に対しての大きな侵害でありますが、えー、これに対しついてですね、共産党幹部の発言記録や収容施設の内部写真、2万人以上の収容者リストなど数万件の内部資料が流出したということで、 えー、これ、あのー、内容に関してですね、うんえー、コンピューターから、警察のコンピューターから流出したという資料が、えー、在米ドイツ人の研究者、エイドリアン・ゼンツ博士、ハクシー に、え、渡ったということで、まあ、そこから、え、国際的なですね、え、14のメディアが、あ、これを取材、検証して、え、信頼に足るもんであると、いうことがわかったと。まあ、その中に毎日も入っていると。まあ、他にも日本からは、NHK ワールドジャパンが入っていて、え、他に、え、BBC であるとか、国際調査報道ジャーナリスト連合、ICIJ、え、USA Today、フィンランド放送協会、え、ドイツのスピーゲル、フランスのルモンド、え、などなどと、こういう、う、メディアが、あ、入って、 っていいるというとうころなんですが、えー、この内容というものが確かに、まあ、あの、いろんなところでね、もともと報じられていたことであったりとか、あるいは、あの、ここ、この番組でもご紹介しましたが、AI 韓国イーグルというね、えー、本、等々、と、との記述と全く同じと。で、しかもそれがですね、えー、この逃げる者は謝罪せよというふうに発言したのが、えー 一代前というか、まあ、直近まで、えー、この、新疆ウイグル自治区のトップを務めていた、あ陳全国共産党を、 新疆ウイグル自治区委員会初期という人間で、このチン全国という人は、もともとその前にですね、チベットで過激な、過烈な弾圧をこう行っていたと。まあ、それによってこのチン全国がチベットのトップを務めていた時代にはですね、チベット層の方々100人以上が抗議の昇進自殺をしていたという、まあ、あの過去に例を見ないほどこ、これ、 かなり多数が、そういった行動に出ていたというようなことからもわかる通りで、しかもそれをですね、中国共産党は、勲章と見て今度はウイグルに送って、ウイグルで勲、これ、これをやったということが、また、これを評価されてですね、今度はあの、杭州の共産党のトップに着くというようなことになるという人事も発表されているというわく付きの人物であるというところであります。まあ、あの、こういったですね、報道が出ていると、しかもこれ、 あの、記事でもですね、えー、指摘がありますが、今まさにこのタイミングで、えー、国連のですね、バチェレ、えー、人権高等弁務官が、えぇ、ー、23日から6日間の日程で中国を訪問していると。で、えー、中国、広州でですね、きい国務委員兼外相とも会談をしていると、政治的に利用することに反対すると、えー、いうことを言っていますけれども、まあ、むしろこの中国に、えー、人権高等弁務官が言っているということで、中国 中国側が世界に対して政治的なアピールとして使うんじゃないかというものも危惧されているところであります。まあ、あの、どういった調査ができるのかというのは、まあ、自由な調査ができるような環境ではないというところで、えー、この新ウイグル自治区のですね、カシュガルなどにも訪問をするということではありますけれども、中国が見せたいものだけをおそらく見せることになるだろうというふうに思っています。 え、思われるというところでありますが、まあ、このタイミングでこういったものが出てくるということも含めて、え、中国に対しての牽制というものが世界的に行われているということであります。 それから、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性のある飛翔体。続報が入ってきました。防衛省によると、すでに落下したと見られるということであります。海上保安庁が明らかにしました。この北朝鮮から発射されたと見られる弾道ミサイル、すでに落下したということが明らかになっております。ただ、ミサイルのどういったものであるかというようなあたりは、まだ情報が出てきておりません、え。ー それこそ多弾頭化したものの実験が行われるのではないかというようなことも事前には言われておりましたし、またこのミサイルが日本の排他的経済水域 EZ の内か外かというところによっても対応は変わるというところでありますが、いずれにせよですね、弾道ミサイルの発射というものは国連の安保理決議で北朝鮮に対して禁止されているものであると、安保理決議の明白な違反であるということは弾道ミサイルだと確認された時点でそうなるということであることは 間違いないと、いかん以上の対応がまあ求められる部分でもあろうと、こういうふうにも思います。こうが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。ございます。おはようございます。よろしくお願いします。あいますさあ、まずはですね、ここではアイ 政府インド太平洋経済枠組み、うん、え補足メンバーに対話が入らないことについて、これサリバン大統領補佐官がまあ補足メンバーとはならないというふうに述べたというところであります。うん、まあこれどう見ます。うん、あの台湾も遺憾つってますけどね。えー、私も遺憾だと思いますけどね。まあまあ理理由。 はあのですよね、最初は、あの、発足の数を確保したいから、うん、っていうのがアメリカがあって、まあ13カ国でスタートしましたけどね。そねその時にやっぱり多く数を確保したい時に、東南アジアの人、東南アジアの国をね、まあ入れたいわけですよね。うんはい、東南アジアの国ってね、やっぱり中国のことを気にして、<え>あれですよね、これが対中包囲網ってすごくはっきりすると、うん、もう自分たちも困るというのが東南アジアの国ですよね。うんはい、だから、それで、その対中包囲網がはっきりするかしないか 台湾が入るか入らないかですからね。はい、それで、まあ、あの、とりあえず台湾は、発足メンバーから。あ 覗いいいいててもらったったたうそういうそな経緯みたいですね、うんまあ、でも私はだからこれ、別に何のために中国網っての何あの何のために作るのかっていうと、はい、まあこの IPEF 自体が、アメリカ議会は全然関与しないから、はい、はっきり言ってふわっとしたフレームワークなんですよね、うんうん、だからアルディメントには全然ならなくてね、だから TPP の代わりにはまずならないんですけれどでも、対中国網っていうのは意味はあるから、だからふわっとしたフレームワークだから、関税もないし、ふわっとしたフレームワークなんで、 うん、まあその分あの、絞ってね、対中方にもはっきりさせればいいかなと思ってたんで、うん、その,の IPEF の一個の話としては、サプライチェーンの話あるじゃないですか、はい、でサプライチェーンっていえば半導体でしょ、えー、半導体だったら日本とアメリカと、えー、日米と韓。 国と台湾でほとんどなんですよね。台湾でないとまずいに決まってるんで。んそれだから、まあ、あの、うんそ、そっに言うと、その4カ国でスタートしてもいいかなぐらいには私は思ってたんですけどね。<ー>えー、要するに、台地方芋ではっきりさせればいいでしょ。えー、そしたら、その、えー、韓国も巻き込んで、日本とアメリカと台湾でも、まあね、うそういう。 ことになるでしょ、うんうん、もちろんインド入ってる方がいいんですけどね。はい、インドは入れ,入れて、それでインドはもう他の理由で入れておけばね、そのくらいの国でね、うん、数じゃなくて、はい、あの、まあ、 中国広告で台湾入れてスタートっていうのでいいのかなと思ってたんでね。あの、私はもう台湾入るというふうに予想してたんですけどね。残念でしたね。まあ、いずれ入るでしょうけどね。うん。まあ、いずれ入ってこないとこのサプライチェーンだと話にならないですよ。話にならない。それでもうこれ関税の話ないから、重防役になかなかならないんでね。こうやてもう、あの、要するに対象絞ったやり方。今のところデジタルとサプライチェーンとグリーンとクライムって言っ犯罪ね。そういう、そういうような分野でやる。 って言ってるんだけど、多くは主な話はサプライチェーンですよこれ。だからサプライチェーンの話でね、あの対応入れないとちょっと話にならないんでね。だからそれでもまあ東南アジアの国入れて数っていうところをまあアメリカ優先にしたってうんですね。うんあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージアップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は数量政策学者高橋雄一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 えまずは先ほどの北朝鮮の弾道ミサイル発射について、共同通信によりますと、韓国軍合同参謀本部は今日、北朝鮮が東に向け弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。また日本政府は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。日本の e z 排他的経済水域の外へ落下したとみられます。現時点で航空機や船舶の被害は確認されていないということです。日本、アメリカ、それに韓国の3カ国政府、 が詳しい分析を進めておりますアメリカのバイデン大統領が就任後初めての日韓訪問を昨日終えたばかりのタイミングでの発射となりました橋さん、これね、新型コロナも蔓延している中で打ってきました、うんうん、ワクチン打ってるくせに、うん、ワ,クワクチン打たないくせに、サイルが打ちますね、本当に。<laughs> とんでもないで,ですよね。まあ、でもちょっと配慮したのはバイデンさんいるときにやらなかったっていうことだけでしょうね。ああ<ー>、本当、うん、はやりたかった、まあうん。本当はそうでしょうあのだって燃料注入してから、あの、ある一定時間って決まってるわけですよからね。うん,うん。もうギリギリまで引き伸ばしてと。うん、うん、そうでしょうね。でもそこはだからちょっと配慮したって。ちょっと怖いんじゃないですか、やっぱりアメリカも。うん,うん。うん、アメリカの存在だったりとかっていうのがね。そう,そう,ねうん えー、そして、株と化成の値動きをお伝えしておきます。24日のニューヨーク株式市場、ダウ平均株価、前の日と比べ48ドル38セント高い、31,928ドル62セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は270.82ポイント下がって、11,264.45でした。一方、円相場、1ドル126円80銭付近で取引されております。 えー、ダウ平均は、あまあ、主力のハイズテック株等々が売られて、まあ、午前中は結構下げたんですけれども、まあ、下げすぎなんじゃないかというのが出たらしくてですね、えー、引けの間際に上げに転じたということであります。まあ、円相場が円安にちょっと触れた、触れてきてるんですかね、126円台ま。まあ、これ、まあ、誤差の範囲でしょうね。誤差の範囲。この回はね。はい まあ、ただね、だいたい130円近辺だってことは予想されてて、それよりかすごく円、円安にはならんっていうのは予想はできてたんですけどね。うんうん、まあ、あの、そんなに難しい予想じゃないんだけど、こういうのって。でも、なんかね、このほんとちょっとの差っていうのはもうね、はい、業者というのは死活だから、もうい,、えー、い,いろんなこと言いますよ。<laughs> で<も>円高で大変なことになる、円安で大変なことになるとかね。まあまあ、かか関係ないだけは <laughs>、ちょっとぐらいの話はね。特に円安になった時に、日本の GDP がど、どっちに触れるかってそれはプラスになる。 でね、日本には全然悪い話じゃないんですけどね。まあ、特にね、あのメーカーなどなど、結構、最高益出してるような企業、だから、あの一方でね、そういうこういうすごい収益になっちゃって、はい、結構大変なんで、だから GDP は増えるんですよ、だからその増える GDP をね、どのように、ね、分け与えるとかね、はい、そういう発想で考えたら、いろんな対策が簡単なんですけどね。さあ、そんな中で、えー、経済対策について、こちらのニュースです。 物価高騰緊急対策の補正予算案、27日衆議院通過で合意。 物価高騰の緊急対策を実行するため、一般会計の総額で2兆7000億円余りの今年度の補正予算案は、今日、衆参両院の本会議で審議入りします。昨日、その後の審議日程をめぐって、衆議院の予算委員会与野党の筆頭理事が会談をし、明日26日と27日の2日間、岸田総理と全ての閣僚が出席し、質疑を行った上で、27日に採決を行うことで合意しました。 で参議院には来週渡って3031でということのようであります。うん、ええと、おいうことでですね、この補正予算案、物価高等緊急対策なんて言ってますけれども、うん、中身は2兆なんですけど <laughs> この、えー、っと、まず、そのセオリーが多分ね、もう分かっててやってるんだと思いますけどね。分かっててやってる。えっとね、あの、うんうん、現、ちょっとね、 セールに述べるとね今の現状を考えると4月の物価、どうなってるかってという総合で2.5上がって、除く生鮮食品で2.1%上がって、ここはだからちょっとインフレ、みんな言いたくなるんだけど、それで除くエネルギーと除く生鮮食品、これをコアコアシスって言うんですけどね、うん、これが物価の基調なんですよ。はい、それを見ると0.8。 全然上がってないんですよ。あの、だから、はっきり言って、あの、だ、まあ、大したことないっていうかね、うんうん、全然インフレにならないんですよ。だから、はい、あの、アメリカとかヨーロッパなんかのこの、このね、覗くエネルギーと除く食品のところが、はい。まあ、実は6%とかもう以上、6、7、8とか、そんな感じの数字になってるんですよ。すよね、アメリカ、ね、だからね、そのくらいにならないと本当にインフレじゃなくてね、どうしてそういうふうに日本だけ、こういうふうに、あの、違うのかっていうと、結構簡単でね、はい、あの、GDP ギャップっていう言葉があるんですけどね、<ー>総供給と総需要の差。 うん、これが日本はまだ三十兆円程度ぐらいは空いてるんですよね。うん、で他のヨーロッパとかアメリカはほこれはほとんどないです。だから物価が上がるんです。うん、だから逆に言うと GDP ギャップが日本はこのコアコア指数みたいな物価が上がらない。うん、でこの時の対策ってもう整理簡単でね、はい、GDP ギャップをまず埋めるんですよ。GDP ギャップを埋める埋める埋めると実は物価が上がる。うん、物価が上がるけれどそれを対策でやるから上がった物価の多くの部分は実はその経済対策の によって吸収できるってそういうのがセオリーなんですよそれをしていないさてここで一つ速報が入ってきました北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが再度発射されたということであります政府関係者によると2発目と見られるということであります えー、2発目の弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと新たに発表されております。えー、ということで、まあ、ちょっとね、これ、情報また入りしてお伝えしますけれども、まあ,あるいはその多弾頭なのかどうなのかというところも含めて、うん、まあこれね、ちょっと情報がいろいろ見る見たれるのかもしれませんで、ね。でもよく撃ちますね。うーん うんね、もうすでにあのロフテッド軌道という、ねええ、大きく高くこう打ち上げてっていうので、えええー、それをこうあの45度で、ええ、最高距離で打ち上げたと仮定をすると、ええまあ、アメリカの東海岸も飛び越えるぐらいの能力があるということで、うん、まあこの先はだから弾頭をいっぱい積んで重いものを飛ばせるかどうかの試験になるんじゃないかとあとあの核実験もすぐでしょうね。 ミサイルだけじゃし,、うん、しょうがないから、うんうん、だから核実験も、近々すすると思いますよね弾頭不破高さ、それで、時日本がどのように、だから今回の日米首脳会談で核の傘の話、あのはっきり言いましたよね、はい、えと拡大抑止という言い方をするんだけど、えー、拡大抑止というのは核の傘の意味なんですけどね、えー、それで拡大抑止というのは日米首脳会談で入るということはあんまり、今まであんまりなかったですけどね、えー、でそういう意味では、あのこういうような核の時代になってきたということでしょうね。えー、だから来年のサミット広島でやる てんだけど核の話、はい、本当に本格的に議論しないとダメだってことですよもちろん長期的な、ね、核廃絶はあるけれども、一方で、核の抑止というのは、やっぱり核を平気でいいなんて威嚇に使ってますよねうん、えー。北朝鮮が弾道ミサイル2発目を撃ったというようなことが出ております、うんまあ、続報入り次第お伝えしてまいりますが、政府関係者によると、2発目と見られるということで、えー、あります。 え、まあ、おそらく、 密翔している様子というものが、うん、まあ、レーダーなどで、うんえー、特にまあ韓国が一番近いですけれども、うん、キャッチをされたということで、だから多段とというよりは、もう本当に二発目が出たんじゃないかというようなところですが、うん、そこで、えー、先ほどおし指示をまたぐ直前、はいえー、核抑止、特に拡大抑止という話が出てまいりました。はいまあ、この核の恫喝というものに対してどう対処していくかというところですね。そうですねあの まあ、NPT って核不拡散っていう考えがあったんだけどこれは5大国。うんまあ アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国は、うん、まあ、お何をしないと。いい威嚇しないと。はい、で、他の国は、じゃあそれを廃棄しろって、そういう流れだったんですよね。で、それに、あの、まあ、抵抗したのがインドとか、まあ、バングラディッシュなんだけど、はい、まあ、それでも、結果的には北朝鮮もそこに抵抗したいわけなんだけど、抵抗した方が実は、あのあ、安泰だっていう話になっちゃったんですよね。うそうすると、これはやっぱり、あの、どういう,う,いうふうに、やっぱり抑え込むかって話にしかならないですよね。はい。そうすると、日本はやっぱり、 あの、核、アレルギーあるんですけどね、うん、アレルギーあるからこそ、うんうん、でもあれですよね、あの、一応核の、自分で持たないにしてもね、あの、要するに、これはアメリカがあの核の傘ってんで、守ってくれるっていうのは重要ですよね。うん、そうじゃないと、でもアメリカもあれですよね、自,分自国がやられてまでも守らないんで、飽き、はい、れば。だから、北朝鮮はそれを知ってるから、うん、アメリカに届くやつを実は狙ってて、開発して、もうかなり、あの、も、ま、う、あ、一歩手前かい、もうすでにできてるかもしれませんけどね、うん、そういうレベルですよね。うん、そうなった時は アメリカはどううするのかい今まであるですよね、アメリカはどんなに国でも自分の国に届くような核を持っている国はやっつけない、やら核を持たないとやアメリカはやっつけるそういうことになってましたからね、うん、でやられた国もだな何個もあるわけですよね、リビアとかね。はい、だからそういうふうに、みんな知ってて、北朝鮮がやってて、それで日本の周りには北朝鮮と中国とロシアといって、つもあるんですよね、うん、これ、相手が民主国じゃないと戦争の確率って高まるんですけどね。はい、民主非民主国で核 保有国が三つまるってすごいところですよ。でここであのアメリカが本格的にえっ、ー、と出てこないってことを想定しないとね、えー、日本はね。えー 守らないですね。自分たちの国を自分たちで守るということは。そうまず、まず自分たちで守る。だから防衛費の話を今回、あれでしょう。日米首脳会談でも岸田さんがちょっと言って。はい、でも、あの、お得意の倍増と言えばよかったのに、倍増とは言わなかったからね。そうですね。<laughs> ねそこまで言わなかった、ね。なんかそこまで言わない。それはあの、公明党を俳優してるんでしょうけどね。はい、あの時にもう倍増と言っちゃったよとかね <laughs> うん、うん。言えばよかったね、と思いましたけどね。国際公約じゃないですかとい、ね。もう、もう、その場でしょうがないだろうとかね。あと、うん、でね。うん。うん、それがないと、倍増がないと、ちょっとやっぱり、日本は、 まあ、あの世界標準の防衛室していないっていうことだから、アメリカが見ると、自分でやらないんだからっていうので、助けない後日にもなっちゃうんですよこれね、今あ、ウクライナに対して、うん、まあ核保有国で、まあ、しかもね、えー、国連の安保理常任理事国の、ね。 ロシアが侵略をしているということに対して、うん、だからこれが、ねえー、むしろ西側がロシアの核によって抑止されてるんじゃないかというような指摘がありますし、これを北朝鮮は当然ながら見てるわけですよね。当然ですよね。だからもう必死に加速して、自分の国が潰されないようにということでやってるわけですよね。うん。でも、よく考えているのアメリカに届くってことは日本には何発も来るんですよね。もうすでにね、日本を飛び越えてっていうようなことは、もう20年も前から、うん。前からやってるし、それでたくさん、 今回でもわかるように、たくさん持ってるんでしょ、ミサイルを、うん。それが、うん、ねえ、あの、一気にたくさん来たら。 っていうことまで考えないと、日本の安全は保てないですよね。まあ考えるだけですよ、はっきり言えば。考え考えるのは重要なんですけどね、これはね。うん何十発も来たらどうするんですかと。だからこそ、それに対して、えー、反撃というものをきちっとやらなきゃなな、ね、強烈な反撃はあの、アメリカが一発、あのね、あの核をね、はい、いるっていうのは強烈な反撃ですけど、でもアメリカはそこまではまずし採取しないでしね、自国が危険にさらされてまでもね。当然日本が で。 そういう話になりますよね。演劇し終わったときどうするのかということで、そうすると、まあ、ですよね、強烈な反撃力があればね、はい、向こうは思いと、思いとどまるでしょうね。うん,うん。ああ、日本がたくさんやってくるのかって言ってね、たくさん、う持ってるんだかって分かったら、思いとどまるでしょうけどね。でも、思いとどまらせる手段を持っちゃいけないっていうふうなのが、日本の風土の中にちょっとありますよね。いまだに。うん。まあ、極端に言えば、長距離ミサイルの話すると、すぐ言いますよね。はい。ええ。長距離ミサイルがないと、あの、反撃力ないんですけど、 うんまあ、それは、ね、あの核を保有するうんとはまた別に,に、うん、通常兵力であっても通常兵力でも強烈なので、ね、あの強力な反撃力がないと抑止力にはならならいですね、うんえー、ニュース7時またぎ、速報が入ってまいりました北朝鮮2発目の弾道ミサイル発射かと、うん、こういうニュースも入ってきましたのでそのあたりについても解説をいただきました。うん おはようニュースネットワーク まずは北朝鮮の弾道ミサイル発射というニュースをお伝えします、えー、韓国のお合同参謀本部は25日北朝鮮が東に向け弾道ミサイルを発射したことを明らかにしました日本政府も弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたとし一発目はすでに落下したとみられておりますその後二、ね、発目のミサイルが発射されたという発表がありこれも一部報道ではすでに日本の EZ の 外に落下をしたということも言われております。岸田総理大臣は今日北朝鮮からの弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたことを受けまして、私から情報収集、船舶などの安全確認を指示した。詳細は確認中だと述べたということです。官邸で記者団の取材に答えております。北朝鮮のこのミサイル発射について、情報収集分析に全力を挙げ、国民に対し迅速的確な情報提供を行うこと、こう 空気船舶等の安全確認を徹底すること、不測の事態に備え万全の態勢を取ること、以上の3点について総理から指示があったということであります。1発目のミサイルが発射されたと、一報があった直後6時5分にこの指示が出たということであります。情報入り次第、続報が入り次第お伝えしてまいります。うん、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。 クワッド首脳会合共同声明で中国を念頭、威圧的行動に強く反対。日本、アメリカ、オーストラリア、インド4カ国の枠組みクワッドの首脳会合が昨日総理官邸で開かれ、共同声明が発表されました。 中国を念頭に現状を変更し、地域の緊張を高める、あらゆる威圧的な、威圧的で一方的な行動に強く反対。えー、また、4カ国の首脳が、包括的で強靭な、自由で開かれたインド太平洋への揺るがない関与を新たにすると表明しております。えー、では、まずは、クワットの首脳会合後、議長国として記者会見をしました、岸田総理大臣の声です。インフラ分野では、 インド太平洋地域において、今後5年間で500億ドル以上のさらなる支援、投資を目指していくことを発表いたしました、また、債務問題に直面する諸国の能力強化に取り組むことで一致をいたしました。 えー、ということでね、まああのー、このお投資だとか、うんまあ、資金の協力とこういう面、えー、これ、今日ね、読売新聞が一面トップで書いていたりもしますが、はいまあ、インフラ支援というところも一つ、えー、ポイントになると、まあ、朝日の一面ですね、えー、書いてますけれどもね、まあ、お金だけでなくといろんな形での支援だとか枠組みっていうのがありますか。 そうですね。あの、でもそもそもこれあの、安全保障の枠組みなんですけどね。だからその安全保障の枠組みをスタートしにくいから他のでやったって私なんか見ますけどねうん、うん。だからこれはあの ねえ、あの、残念なことに、その、なんか、中国ホイモンなんですけどね。はい、中国の話も、あの、謎しっていうかね、明示できなかったし、ロシアの話も、まあ、これインドがいるからなんですけどね、なかなかできなかったんで、うんそうすると、こういうふうに、まあ、インフラっていう形の、ちょっとちょ、ちょっと変化球っていうかね、安全保障とちょっと違う側面。もうもちろん、あの、この一帯一路に対抗するっていう意味ではね、はい、あの、意味あるんですけどね。で、その安全保障の話もの中心じゃなくてっていうことからスタート、とりあえずできることからやって、イン、まあ、インド、 とにかく仲間に入れなきゃいけないですからね。なるほどえー、それが優先したんじゃないですかね。うん。さあ、あこのおねニュースに関しまして、えー、中国の反応などなどについて評論家関慶さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。関慶さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。さあ、まず共同声明。さらにはまあ中国、うん、結構いろいろ反応してますけれどもこのあたりどうご覧になりますか。 まあそうですね、まあ共同声明自身自体が私はまあ、まあおおむね評価できるんですけど、しかしやっぱりね、さっき高橋先生がおっしゃったようにね、うんうん、え中国をなざして、それ中国の問題をなざして出すことを避けていくことと、えー、それが問題の一つであって、やっぱりもう一つで、ね、クアッドここまで来たら、もう数年たち経ったんでしょう、あの、えー、この枠国民ができて、もうそろそろね、具体的なそういう安全保障の枠組みについに、 まあ、あの、ラットみたいな、そういうものには進まないと、あくまでも、まあ、形的なものって終わる恐れのことと、はい、いやしかしその一方、中国はね、<え>あのこの一年の、まあ、バイデン大統領が日本に来てからの一年の動き、台湾問題とかいろんなことに関しては、おそらくこのクワッドに対して一番あの神経を、あのお あの使っていますわね。やっぱり、クワッドという枠組み、将来が NATO 的な軍事同盟になることを、うん彼らち一番恐れていますわね。例えば、キロのバイデン大統領の台湾問題に対する発言に関しては、中国が、はい、それほど激しくか反応しなかったけども、でも、キロ、先日の,あの,あの23日のね。はい あのそれしかし、昨日の24日の,あのクワットに対して、はい、あのロシアと、ね、あの共同飛行ね、えー、爆撃機をやったり、あるいは日本に対して、あの日本大使館に対してあの抗議をね、もしもし意義を申し入れたりするとかね、結構過剰に反応していることが、むしろ中国が非常にあのクワットという枠組みの発展懸念、ね、これから 後、はい、でから、軍事連携に発展していくことは非常に恐れてるんじゃないかな、という感じです。えー、スタジオ高橋雄さんもいらっしゃいます。はい、あ関さん、こんにちは。お,おお、あの、おもだしてます、どうもどうも。<laughs> すみません、国境電波で <laughs>。<laughs> いえいえ,いえあの、やっぱり、あの、中国がすごく、あの、こうって意識してるっていうのは、そうだと思うんですよね。うん、あの。うん うん、あの3、4、5っていうのがあって、3がオーカスで、4がクワッドで、はい、5がファイブ・アイズなんですけどね、これでやると日本だけが入ってるんですよね、だからアジアの中でね、そうすると、うん、やっぱりいかですか、これ、中国にとって脅威なんですかいや、あの今、中国は、まあ、昔は結構、日本はねあの、まあ、上目線で見下ろしてたんですけども。はい 今、気がついたら安倍政権以内、むしろ日本は中国、富士米の中心になってること、やっと気がついたんですやっぱりこれ、<の>自由で開かれたインド太平洋とか、旗を掲げてっていうところを、まあ、安倍政権以来やりだしたってところに、むむっときてますか。そそうううですよねあのと、まあ、そういう 当時安倍首、以前の安倍首相がこの構想を出したときでは中国は全然気にしてなかったんですよまさか、わく国が目の前に出来上がってしまうということが彼たちにとても大いなる誤算であってあるいは逆にね、はい、あの習近平政権の,この数年間あまりにもあのそういう難保な戦争うう外交とか覇権主義戦略を進めたことの結果 まあ逆にね、そういうクワッドという枠組みが出来上がったということを、そこは彼たち気が付いてないんですから、うん、おー要するに習近平、自分たちはやりすぎたから、はい、クワッドが。うん <laughs> そもそも昔、オーストラリアもインドも中国とそんな関係が悪くなかったでしょ、はい、中国、自分たちからインドも敵に回して、オーストラリアも敵に回して、うん、まあむしろクワッド出来上がった一部の功労者があ習近平じゃないかなと思 <laughs> なるほど <laughs> これ、オーストラリア、政権変わりましたよね、労働党になっても、うん、でもやっぱり中国に対しての反応っていうのは変わらないですか。 やいや,いやそこは私、オーストラリアの国連知事はそんなによくわからないですけど、でも、ええ、新しい首相が就任してからすぐクアードに参加してきて、えー、しかも、あの二国強さんね、はい、早速あの、オーストラリアの新しい首相に祝典を送ったんですけど、てましたね、今の、なんの反応もあの示してないですよ。<laughs> むしろ逆にね、はいえー、中国とオース オーストラリアの関係は結構困難であるということ、ええ、あるいは中国のオーストラリアに対する制裁関税を、ね、厳しく批判しているということが、やっぱり政権が変わっても、やっぱりオーストラリア、うんうん、国民の全体の中国に対する認識が結構変わったんじゃないですかねなるほど、うんで。そんな中で、中国、王毅国民権外相がソロモン諸島などを訪問すると、この南洋の国々に対して、いろいろ手を出してますね、中国は。 そうですよね、もう、あの、これでオーストラリアも中国から離れて、はい、クアットもできて、オーカスもできて、それに対抗するために中国、まあそういう枠組みを作らなければならない。しかし、ついてくる国が少ないから、結局ね、要するに中国の経済援助なしでもやっていけないというね、あ,<ー>あの、そういう国々をなんとか束ねて何か対抗する。た,ただし、うん、そこが一番危険なのは、要するにスロモン諸島で中国は今、軍事、 基地作ることは企んでるでしょはい。そ,うね、それがかなり南白街の緊張を高め、高めることになって、あの、大変なことになるかもしれませんよ。あのうん、ここ甘く見てはいけないということですね。そう,そうそうそう。あるある意見は、 だけ甘く見てなるほど。うん。わかりました。関平、うん、さん、朝からどうもありがとうございました。どうもどうも。<え>はい、またいろいろ教えてください。はい、どうもどうも、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、評論家関平さんに、このクワット、そしてそれに対しての中国の反応というところをお話しいただきました。えー、そこが入ってきました。韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が断続的に計3発の弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。このコーナー冒頭で2発目の発射、そして EZ 落下というところを EZ の外にえ落下をしたということをお伝えしましたがその後三発目の発射というものもえ韓国軍の合同参謀本部が明らかにしております、えー、なお二発目に関しては日本の排他的経済水域 EZ の外に落下したということでありますおはようニュースネットワークでした、えー、続いて教えてニュースキーワードですマイナ保険証報酬加算見直しへ 政府は昨日、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるマイナ保険証に対応する医療機関の受診で、患者の窓口負担が増える仕組みを見直す方向で検討に入りました。マイナ保険証に対応できる医療機関を増やすため、この春の診療報酬改定で加算措置をスタートしましたが、患者の自己負担が増えるため国会で批判が高まっていました。 まあ国会でというかですね。<laughs> <laughs> なんでマイナンバーカード作って保険証作った方がお金かかんだよって、まあ普通に思いますよそう、素朴にね <laughs>、うん。あまああれですよね。これでも。 病院行ったらわかるんでしょう。わかるんですけどね。はい、この、まあ、カードを読み込む機会って基本的にないからね。えー、そこが、まあ、あの、診療期間がすごく遅れてるんですけどね。だから大体、私はほとんどもうキャッシュレスなんですけどね。はい、病院だけが、 うん、いつも元気持たなきゃいけないんですよ。<ー> <laughs> うん。一番大変、めんどくさいっていうかね。まあそういうは、っきりとそういう機械化がすごく遅れてる分野ですよね。うん、よくよく考えてみたら、あの、病院ごとに全部診療カードがあるでしょ。はい。ええ。あの、診察券が、ね。診察券が。あれ、はい、も大変ですね。うん、<laughs> はっきりと私、ああいうのも、なんていうでかな、このマイナンバー。 か、ま、カードでね。全部代用してくれればよろしいのに。だってあれ、わざわざいろんな診察券持ってて、それでさらにね、行くとね、保険証見せてくださいってやるでしょそうですね。また保険証の中に入ってなきゃいけない。全部が1個だったら楽ですよね。いや財布が太る太るっていうね。お金は入ってないカード若い方はね、あんまりたくさん病院行かないんでしょうけど、私なんか診察券たくさんありますよ。あー、まあね、そうですね。診療科ごとにね。全部違うんだもん。うん、なんか大変ですね。だから、本当はそういうのって、あのね、 デジタル庁を作ったんだから、はい、そういうところで一元的にやってくれてね、ねデジタル庁で予算作っ取ってくれれば終わるんじゃないかなと思いましたけどねこれ、デジタル庁は相当衝撃だったみたいで、<laughs> まあいろんな、ねうん、あの雑誌なんかでもこう書かれたりなんかもしますが、診療報酬の話っていうのは、まあ、厚労省の所管だと。 で、本来はその辺横串通すのがこのデジタル庁の役割で、でだからこそ韓国圏まで与えたわけですが。うん、だから、予算のところだけ、デジタル庁で予算取れると、要するにデジタルだから予算取り,取りやすいはずですよ、と私なんか思っちゃいましたけどね。うん、デジタル庁で予算取ればお終わりじゃないか、と、これは。うん。うん。なんかね、むしろ、こう、デジタル庁からどんどん若い人たちとか能力のある人が辞めてるみたいな報道もされてますが。うん、だから、え、え、一生懸命やってもね、そういうところのこういうところでね、今、はい、週のところ、 こととかそういうのは厚労省がやってそれで勝手にやっちゃうわけでしょ。えー、あのそのそれで負担で初心二十一円最新十二円とか調整で決めとか負担を平気でやるわけでしょ。うんうん、そうするとこのデジタルが悪い方に言われちゃうじゃないですか逆に言っ悪者扱いされちゃう,とうそう,そう,そ,う,だそ,うそうするとねやってらんないくなっちゃうんじゃないのね。うんうん、だからこういうのってのは予算をねデジタル中できちんと取って、はい、そこで全部処理すれば終わるっていうことだと思う。それはマイナンバーカードをその保険証で使うときっていう決めるときにそれを全部やればね。 簡単ですよね。うん、結局そうなんでしょ、うん、でもそれでもね、最後ね、まず行動者が自分たちのところで予算を処理すると思いますよ。ああ<ー>。うん、これ、あのー、それこそね、出てきと、補足、補足の時などに、うん、もうこの、あの、いろんな、 ねこれをこう作ったそれこそ議員の方々だとかに話聞いても、うん、マイナンバーカードっていうのはまあある意味の肝になってて、うん、ここを確認していろんなことができるよっていうまああのソサエティ5.0をやるんだみたいなことを言ってたわけですが、はい、やっぱそこの政治の闘志みたいなものが弱くなってるっていうのはありますかありますね、うん、あのまあそもそもこういうのってあれですよねリーダーシップ取んなきゃいけなくてデジタル大臣っていうのはちょっとね最近影薄いですよね何,あ<ー>何やってるかわかんないしそれであのいろんな省庁からたくさん 来るでしょ、はい、役人がたくさんいて、はい、そうすると一個のプロジェクトを上げるときに、ね、全部の省庁に話聞かせろって、みんな出向者が言うわけじゃない、うん、話進まないですよね、だからこんなのも最下のもんなんだけど、だから作るときに予算も全部取っとけば、全然取ったことない話なんですよ、はい、こういういのってあのデジタル大臣は今、牧島カレン大臣が。 やってらっしゃる、うん。最近出てこないし、よくわからないですね。で、事務方トップのデジタル官も、もよね、いつかよこさんがお辞めになって、うん、内部昇格という形ですからこれは、だから今これ、これもまたミスつけちゃったしね。ええ、あの、だから何でもそうなんですけどね、予算をきちんと取れば、いろんな話は解決しますよ。うーん。うん いやそこのところが、これ、なりもの入りでね、デジタル庁もできただけに、うん、ここでこう、つまずいてっていうことになって、ね、で、このね、省庁の働きが変わらないままっていうことになるのは、なんか、これで大丈夫なのかなと思ったりしま今回ね、参議院選挙あったから、はい、この負担の話が明確に外に出て、出たんですけどね、うん、でもで,できればこんなの先にね、予算措置するんでしょうからね、えー、そ簡単にできちゃうでしょう、金額対象の話じゃないですけどね。う <laughs> うん、まあ本来はだからこの保険証の話からその先、じゃあ,あカルテをどうするとかね、電子カルテかとかも、うん、今メーカーによって違って互換性がないなんていう問題をどうするとか、いろいろこの先ってものが、未来が語られてたはずなんですけれども。うん、だから今のカ,カードでね、マ、はい、イナンバーカードで、とりあえずあの各診察ができるようにするとかね、うん、診察券の代わりになるとかね、これくらできるはずなんだけど。これだから 免許とかもね。ねマイナンバーでやるとかいろいろ言ってますけれども。えー、各省がそれぞれまた言ってね横ぐ、横割りにならないで縦割りの弊害が出てきちゃうといけないなという感じですね。うこれを機会にしてね、あ横割りや縦割りをやめてほしいですねうん。それには政治の責任とも伴うはずだと。はい。はい えー、北朝鮮のミサイル発射についてのまとめでありますが、韓国軍の合同参謀本部は今日、北朝鮮が首都ピョンヤンのスナン付近から日本海へ向けて断続的に合わせて3発の弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。 また日本政府も北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しております。このうち2発は日本の e z 排他的経済水域の外へ落下したとみられます。3発目に関してもね、一部報道ではすでに落下したというようなことも出ておりますが、まあこれは情報入り次第またお伝えしてまいります。 今のところ航空機や船舶の被害は確認されていないということであります。また岸田総理大臣は今日総理官邸で、私から情報の収集、船舶などの安全確認を指示した。詳細は確認中だと記者団の取材に答えております。まあ、バイデン大統領の歴訪後初めて、まあ、昨日終えたばかりのタイミングでの発射となり、日本、アメリカ、韓国、3カ国の政府が詳しい分析を進めているということであります。 3、まあ、発、でこれ、えー、韓国軍のねこの合同参謀本部によれば、6時ちょうど6時37分、6時42分と、3、えー、発が発射されたということのようですねタイミング的にはね、ちょうど日米、あなんかクワッド終わった後、はい、であと、あれですね、クワッドやって,やってる時るえっに、うん、と中ロの。 が、あれで爆撃機が。そうですね。でしょ日本の周りを選んでる。それには合わせてんのかなって。ね。ちょっとそんな感じはしますけどね。そうすると中ロ、さらに北。北は多分ね、自分一緒にっていう、そんな感じだと思うんですよね。うん。だから明示的な連携ではないですね。そうね。明示的な連携じゃなくても、でもこの中ロと北が、はい。結構同じような反応を示してるってことが、やっぱりね、日本の安全保障に対する一つのね、メッセージにな気がしますけどね。うん。本当にもう、好む好まざるとにか 変わらずもう三正面で考えていかざるを得ないのかというとそうですよね、あの昔はだから、二正面難しいとか言ってるんで、これ、相手の話ですからね、はい、相手がそれでにに、日本が二正,正面難しいなんて言えば、正面ででるんでしょうその辺もね、えー、考えながら、じゃあ、防衛費をどうするんだと、うん、まあ今のこの5兆円余り、うん、GDP 比1%ちょっとというようなことでいいのかと。 まあ、世界の標準はね、まあ、せめて2ですよね。うパーセントね。倍増ですよね。あもう、岸田さんは、ゃんと倍増と言ってもらいたかったですね、今回ね。日米首脳会談でね。得意でしょと倍増はとか言うね。思わず私なんか思いましたけどね。所得に関しては倍増と言ってますからよく言うじゃないですか、この金融、あんか、資産所得倍増って、あの、イギリスでも言ったし。あはい。言いましたね。倍増得意でしょっていいと思うんだけど、今回言わなかった。うーん。ちょっと。 えではあ、続いてのコーナーですが、ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを、スクープアップ !2021 年度の毎月勤労統計調査3年ぶりプラス。 厚生労働省が昨日発表した2021年度の毎月勤労統計調査によりますと、基本給や残業代などを合わせた労働者一人当たりの現金給与総額、名目賃金は、月平均で前の年度と比べて0.7%増、32万飛び604円で3年ぶりのプラスとなりました。コロナの影響で経済活動が大きく制限された2020年度からの反動で残業代が大幅に増えましたが、コロナ前の水準には戻っておりません。 という数字が出てきましたあの、この実質賃金っていうのがよく出て0.5%増。 っていうことですよね、はい、でその時にあのまに、あ、アベノミクスでさあの、名目賃金も上がったし、うん、上がったんですけどね、あと雇用もすごく伸びたんだけど、実質賃金がけあ上がんなかったんですよね、でそれはあの要は、雇用をあんまり増やしすぎると、実はものすごく給料の低い人がたくさん来る、はい、もう前にちょっと前まで失業してるから、所得ゼロの人が来るわけでね、入ってくると、実は平均値がちょっと下がるっていう話だったんですけどね、はい、今回の話ねあの、ちょっとまだ私もこの細かく分析してないから、ちょっと断定的には言いにくいんですけど うん、あのちょっとなんか失業が増えたんですよね。ということはどういうことかというと、今まで給料を取った人がいなくなる、で<ー>そういう時に失業の時には、一番低い人から実は辞めさせるのが普通なんですよ、はい、そうすると、平均値はちょっと高くなる可能性がちょっとある、でそれを、まあ、あの残業代とかそういうのが増えてるって話もありますけどね、それはあれですよね、ある意味で、あのちょっと基本給の人で平均値の低い人を落とすのと、それであと前、残ってる人にちょっと残業させると。 はい、増えるる可能性があるとうううにちょっと思いますねだからそういう意味ではあの、これが全部いい方向の筋なのか、えー、雇用者数がちょっと減ったから、えー、その結果として、給料がちょっと増えたのかな、その可能性もあるんでね、これが本当にいい方向なのかどうかって、ちょっと見,見ないとよくわかんないなっていうのが、まあ、いい私の印象ですけどね。なるほど。ええ、まず数字の分析も必要だし、そしてまあ雇用ってものはあの、これ遅れてくる数字だと、そうね、高橋さん何度もおっしゃったんです、ね、そうだから雇用が 悪化して、またちょっとひょっとしたら、さ、さらに、あの、給料多くなのかもしれないけど、はい、でも、見るところは実は賃金じゃないんですよ。雇用なんですよ。<ー>雇用がどんなに確保されてるか先なんですよで。雇用が全部確保されていて、それでさらに、あの、人手不足になると賃金がだんだん上がってくるんでね。うそういう意味では雇用、賃金、給料の話だけで、右往左をするよりかはする、それとともに雇用の話を実は見なきゃいけなくて、どちらかというと雇用の話,雇用料の話を先に見るんです。ああ<ー>。うん、それがポイントです。で、そこは見ないでね、賃金の話だけすると、ちょっとね、もう間違っちゃうんですよ。 うん、これ、まあ、コロナ禍においても、その雇用調整、助成金などがあるということで、えー、失業率は3%いか,かない、うん、これは世界の中ですんごい上がらなかった方ですね、だからこれはもう政策の意図通りなんですよ、うんうん、あとポイントなのは、やっぱりあのちょっと景気よくしてね、さっきの GDP ギャップみたいなのを縮めないと、あとでやっぱり失業増えちゃうんですよね、うんうん、だからそういう意味では補正予算が2.7兆円は一桁違いだからこれ、今ね、えー、雇用調整、助成金等々で持ってるところ、 じゃあ、これ、政策を転換したときに、うんえー、そこから首切りに走るということになると、といですですよだから GDP ギャップさえあればね、はい、そうすれば、いろんなあの原材料価格とエネルギー価格も転嫁できるし、需要もそこそこ出るんでね、うん、そうするとあんまりも失業は増えないんですよ、はい、だから、ね、その GDP ギャップ早く埋めなきゃいけないんだけど、今回、埋めてませんね。う まあ、そのあたりをね、本当、まあ、補正予算2.7兆円と、いう数字。2.7と、私27と、もう本当に見間違えたくらいですよ。うん、お、27よくやったな。いや、点が入ってるって感じだった。点入ってる。<laughs> なんだこれと。ということで、ここだけニューススクープアップでありました。このコーナー含めまして、えー、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。 そして番組から訂正がございます。昨日火曜日5月24日の放送の中で太陽光パネルに関しまして、10年経つと太陽年数で廃棄しなければならないという発言がありました。番組で調べたところ、太陽年数によって10年で廃棄しなければならないという事実はありませんでした。お詫びして訂正をいたします。